はい、こんにちは。新 NISA について一つ勘違いしていたことが判明したので語ります。えー、今回は、えー、積立投資枠と成長投資枠があって、えー、成長投資枠の上限は、えー、年間240万円で、えー、総計1200万円なんだよっていう、そういう細かい数字は一旦置いといて、あの、この貴重な 新ニーサワクを何に使うのか、何を買うのか、これをずっと悩んでいました。で、本日、えー、楽天証券の久保田さんっていう方がコラムを書かれまして、概要欄にそのリンクは、えー、貼っておきます、えー。この久保田さんです。えー、その10番のところを私勘違いしていました。 あの、復活するんですね、枠って。えー、一生に一回使い切りだと思っていたんで、もう慎重に考えていたんですけれども、復活するということで、かなり気が楽になりました。えー、来年から新人差枠を積極的に使っていきます。えー、このカモネギさんと考えるお金の話シリーズで、私が何を買ったのかは、また紹介していきます。ではではー。